What is up, Meow Nation? This is your girl, Lady K. Yo, that sounds so beauty guru-ish, but yeah. Yes, we have a fandom name now, and it's called Meow Nation. And for our individual names, you are guys are called Meowinators. Do you guys like that? Meow, anyway. So welcome to my very first reaction video. This is part of Honkai Impact 3's Chapter 25. So, nope, not a lot of you will get the cutscenes here, since there's going to be like a lot of context considering this is chapter 25. So I'm going to give a brief rundown of this scene that involves the characters Kiana Kazalana and Himeko Murata. Kiana Kazalana is the main character of Honkai Impact 3, and Himeko Murata is the mentor that died when she saved from the influence of Herrscher of the Void. A villain, quote unquote villain, well, kind of like a villain in the series, the antagonist. I won't spoil much, but Kiana does go through huge chapters of grief from her mentor's death up until they reunited in this space that stops time, and Himeko rematerializes because of Kiana's memories. So let's say that Kiana's been talking to Himeko's spirit this whole time in this cutscene. So also, I do apologize because I've been quiet most of the time because I am taking in the dialogue that I didn't want to talk so much here. So, but do let me know, guys, if you guys want me to do more reaction videos and tell me what I can improve in this in the comment section down below. Other than that, I hope you enjoy. あかい外で何か思いがち。止まった時間もそろそろ動き始めるわ。言ったでしょ、キアナ。あんたは一人じゃないって。 支配の力士の力が弱まったわ。準備はいい？キアナ。分かってるよ、姫子先生。さて、最後にあと少しだけ付き合ってもらうわよ。 セーフレイヤーでのこと、まだはっきりと覚えてるわ。あんたが入学したての頃、最強のバルキリーになるって騒いでたわよね。ちょっと目を離したら、もうこんなに成長しちゃって。本当のことを言うと、あんたたちの成長を見守りたかったわ。セーフレイヤーに戻って授業をして一緒に訓練したかった。 黒板に字を書いて部屋に戻って一杯いただきたかった。セーフレイヤーでのあの時間は私にとってかけがえのない思い出よ。もうそれができないと思うと悔しいわね。この先道はまだまだ長いけど、私はもうそばにいてあげられない。でも大丈夫よ、キアナ。 あんたが私を失望させることはないわ。ダメ。私の旅はここまでよ。ここからはキアナ、あんたの道。 あの扉をくぐったら、ここのすべてが消える。そうだよね。わからない。でも、そうだと思うわ。
センフレイヤのみんなによろしく言っておいて。メイにはその選択を応援するけど、次は友達にあんなひどいことしちゃダメよって伝えておいて。伝えておくよ。それとブローニャの成長を喜んでることも、きっと優秀なリーダーになれるとあの子に伝えておいて。うん、私もそう思う。フカにはこれから先もう会うことはできないけど、セイフレイヤがあろうとなかろうと、あんたはみんなの委員長だって伝えておいて。うん、これからは学園長だけがあんたたちの面倒を見るんだから、ちゃんと言うことを聞いて怒らせちゃダメよ。学園長は God fucking damn it, thank you Lord, there's no viewers. いつも強がってるけど、本当は Or at least just one. ずっと大変なのよ。わかってるよ。あ、そうだ、ラグナ隊長はリタとデュランダルの先生でもあったわ。機会があったら隊長の意思を彼女たちにも教えてあげて。任せて。最後にキアラ、あんたのことだけど、私はずっとあんたのそばにいる。おい、あれれれれ、キアラ、あまり気負いすぎないで。今は夢の中、夢から覚めたらみんな前に向かって進まないと。 Oh my god, fuck。 別れを恐れないで。過去に別れを告げるのは未来に向かうためだから。分かってる。もう大変。わかってるよ。Oh my god。 大変なミュージック。 Oh the fucking music。 Oh my god。 ごめん。 What？ ごめん姫子先生、わかってるの。こういう時は笑って別れを告げて、あの扉をくぐるべきだって。ここが記憶の残影で、現実の方が戻るべき場所だって分かってるのに、でも思っちゃうの。あの扉をくぐらなければ時間は永遠に止まったままで、この瞬間がずっと続くんじゃないかって、さよならを言う機会すらなかった。話したいことがまだたくさんあるのに、偉そうに言った目標もまだ実現できてない。これは夢、夢はいつか覚めるものだって分かってるから。おたげちゃんと戻って、人間率相談をして、名先輩を連れて帰るから。第11律者も第12律者も終焉の律者にだって勝ってみせる。この完璧じゃない物語を私たちの世代に変えるから。ただそれを姫子先生には見せたかった。見れるに決まってるわ、キアナ。あんたが望めば、私もちゃんとそれを見届けることができる。私は、あんたの心の中にいるんだ。あんたを見てると、自分の子供の頃を思い出すわ。母の葬式で私はどうしようもないくらい泣きじゃくって、父の腕を掴んで離れようとしなかった。しばらくしてその場に残っているのは私と父の二人だけになってたわ。長いこと父は私の頭を撫でてくれてた。顔を上げて父を見てみると、その目は赤くなっててね。
私と違って静かに涙を流してたの。でも父はこう言った。大丈夫だ、姫子。母さんは星になって空の上から見守ってくれていると。今まで父はそういった表現をしたことがなかったし、慰めの言葉も不器用だったわ。けど今でも私はその言葉を信じてる。キアナ、あんたが信じてくれるなら、私は星になって空の上からあんたを見守ってるわ。たとえ明かりが消え、月が輝きを失っても、ずっと変わらないかすかな光があんたの進む方向を照らしてる。だから恐れないで。Ali, you didn't see me cry, right? 私はいなくなってなんかない。生徒のため前に進む力になってやることが、教師にとって最も望む結末よ。分かってる。すべては終わり、変わっていく。その変化は、あんたの世界を丸ごと変えることがあるかもしれないけど、でも大丈夫。それがこの世界で最も強い力。人々に希望や道を切り開く力を与えてくれる。Am I still alive with Facebook? 星空を見上げなさい。私はそこで、あんたのために夜を照らすから。ありがとう、姫子先生。私、そろそろ行くね。え、前に進みなさい、キアナ。恐れず、大胆に。私はこれからもずっとあんたを見守ってるわ。だって、あんたはこの村田姫子。わかった。姫子先生。先生の生徒になれて嬉しかった。先生に出会えて、私。幸せだよ。私も同じよ。行きなさい、キアナ。じゃあね、姫子先生。I'm gonna fucking talk to you again, bitch! 行きなさい、キアナ。みんながあんたを待ってるわ。I'm gonna keep talking to you. これで会うのは最後だけど、さよならなんかじゃないわ。人生から太陽が消えたからといって泣いてしまう。When you shed tears, when you miss the sun, you also miss. その涙で星が見えなくなってしまう。どう？いい言葉でしょ？タゴールの詩よ。ある夜に私は記憶をすべて燃やし、それから私の夢は綺麗に見えるようになった。ある朝に私は過去をすべて捨て、それから私の足取りは軽くなった。これもタゴールの言葉よ。気に入ったのなら今度読んでみて。どうしたの、キアナ。まだ私の話を聞きたいの。立ち止まるのは良くないわ。ちゃんと言うことを聞いて、学園長を困らせちゃダメよ。まあ、あんたたちはもういたずらをするような年じゃないか。ゼンフレイヤでの日々はまるで昨日の出来事のよう。あ、私にとっては確かに昨日の出来事ではあるわね。あの赤のドレス、まだ一度も着ていない。 I feel that! Oh my god! 今のあんたたちはもう授業を受けなくて。 I don't want to stop talking to her! これからは学園長を手伝ってあげなさいね。知ってる？学園長はたまに口が悪いけど、ちゃんとあんたたちのことを思ってるから。メイのことなら心配いらないわ、キアナ。あんたたちは最高のパートナーなんだから。ここで立ち止まってたらメイに追いつけなくなるわよ。 I don't care! To 私は物語の本じゃないわよ。 I'm gonna keep talking to him. You have no more dialogue. 勇敢に進みなさい、キアナ。私の心はずっとあんたと一緒にいるから、これからもあんたたちの成長を見守り続けるわ。また夢の中で会えるかもしれないわね。未来に不安を感じるのはダメニャンダイアログ。 Oh my god, she has a lot of dialogues. I love it. 自分のやりたいことをやればいいの。忙しくても
ちゃんとご飯は食べなさいよ。ま、あんたの場合、その心配はいらないか。入学したばかりの頃の訓練をまだ覚えてる？キアナ、あの時、全員まとめてかかってこいって、私が挑発したでしょ？そして、誰も私に勝てなかった。でも今なら、私よりずっと強くなってるわよね。これ以上ここにいたら、仲間が心配するわよ。どうしてこんな時に限って、些細なことばかり思い出しちゃうのかしらね。メイの手料理が少し恋しくなってきたわ。私は簡単なものしか作れないから。She has a lot of dialogue and I love it. そういえば、昔フカが麺料理を作ってくれたことがあったの。確か名前は、サンダンミエン。信州の料理よ。もう長いこと食べてないから、もう一度食べたいわ。昔、セーフレイヤにいた頃、学園長にいろいろ説教されたわ。I'm making her say a lot of shit until she gets annoyed with me. 学園長だって、いつもお菓子を一番下の引き出しに隠してるじゃない。実はこっそり何回かもらってたんだけど、学園長気づいてたかしら？教えちゃダメよ。ほらほら、これ以上話してたら、みんなの秘密をうっかりバラしちゃいそう。Expose them. Yes, please expose them. まだ時間がある。チャンスがあると思って。結局、できなかったことがたくさんあるわ。もしやりたいことがあるのなら、先延ばしせずに、思いっきりチャレンジするのよ。せっかくだから、もう一つお話を教えてあげるわ。これは昔聞いた、ある物語。Yes, I triggered it! 自分が死ぬと分かった母親が、I did it, guys. のために手紙をたくさん書いて、毎年子供の誕生日になると手紙が届くようにしたの。そして子供へのプレゼントに、彼女はキャンディーを買うのに十分なお小遣いを手紙に入れた。子供が大きくなるにつれ、手紙に入ったお小遣いも増えていく。彼女はそういう形で子供の成長を見守ったわ。自分がいなくなっても子供の成長を励ます母親として、その子供時代を守れるようにね。残念だけど、今の私にはあんたたちにそういう手紙を残す時間はないわ。でもね、キアナ、私もあんたたちの成長を守ることはできる。あんたたちが私から学んだもの、引き継いだもの、それが私があんたたちに残したキャンディーよ。それはあんたたちが大人になることを助け、前へと進む力となる。それが私の存在した証。私がずっとあんたたちのそばにいる証よ。キアナ、もうあんたに教えられるものは何もないわ。この先どんな困難があろうとも、あんたは乗り越えられる。あんたなら正しい選択ができる。私はそう信じてるから。God fucking damn it, game. Fine. Last bitch of a game. Kiana, Anta wa watashi no hokori yo. Bitch. Let me just Mina. Sirena. Sirena. Oh, my God.